はい、ラウンドアースカットバックについてのコツを教えたいと思います。ラウンドアースカットバックのコツ、まあ簡単に言うとやっぱりこうボトムからトップに上がってカービングしていくスタイルと、トップからボトムに降りていく、ボトムに降りていくスピードを使いながらカービングしていくスタイル。そして多分結構聞かれるのが、当てた時にうまい返しができないとか、まあ当たってあっちズーンとスープのいてる時間が長くなってしまう。まあそれはカービングの時にスピードを失ってるか、クリティカルなところを攻めれてないっていう証拠なんですよ。ってことは、カービングの時にスピード出てて、そのままスピードを維持っていうか、もはや、スピードをつけていくんですよ、カービングで。カービングでスピードをつけていった時に、当て込む。その当て込んだ時に、スピードがあれば、バチンと変えるんですよ。何事もなかったように。もうむしろテールもすべてドリフト状態になったりとかする時もあるんで、そのカービングする時の一つのコツ、歩幅、足の歩幅の使い方を今日はちょっと伝授していきたいと思います。まあその中で、まあ歩幅だけではなく、このタイミングでこう押し込んでいった時にお尻を落としたりとかいうコツもあるんですけど、まずは歩幅から。どういう風に歩幅になってるかっていうのは多分映像では伝わりにくいんですよ。で、それを板の上に乗って今から紹介していきたいと思います。その紹介していく中で、板の上の歩幅の感じを掴んでもらい、ケツがどのように落ちてるのかをまたこのサーフィンの動画で見てもらうと分かりやすいと思うので、まあそれをゆっくりと伝授していきたいと思います。ではどうぞ。はい。まず、スタンスに、カットバックのスタンスなんですけども、カットバックのスタンスの時、こう僕の前足が常にあるとこっすね。こう見てもらったら、ここを踏ん張ってる、これ、指先の後もありまして、ここね、こう足こういう風になってるんですよ。で、やっぱり凹みが一番ありますね、ここは。で、まあ右足はこのデッキパッドの上って感じなんですけども、まあカットバックここですね、ここはフィットするんですけども、大概この辺に乗ってるんですけど、カットバックに行くときはこれぐらい下げてます。これでまあ肩幅よりも20センチ奥ぐらいですかね。まあこの辺でも大丈夫なんですけど、大体この辺で肩幅ぐらいの足の歩幅です。なんでその倍ぐらいですね。ここで踏ん張るんですけど、ここで気をつけてほしいのは、このね、膝を入れるんですよ。膝をここに内側に入れないとカットバックはうまいこと成立しません。なんでかというと、こうなりがちなんですよね。パワースポットで行くと、ガリ外は左足はガリ股になって、右足ガニ股、こうガニ股になってしまうと、パワーが逃げてしまうんですよ。歩幅が空いてもね。でもガニ股の方が、踏みやすいかもしれないですけど、そこを内にするんですよ。足を。こう内に入れるだけで、相当力が入ります。この板の上に。こう、内側に入れるだけで、こうですね。相当力が入るんですよ。これ実質やってもらっても分かるんですけど、膝はもう肩幅ぐらいです。自分のね、足幅はあるんですけど、内側に持っていくんですよ。肩幅ぐらいまで。この状態でカットバックします。で、こう入れてもらうと分かるんですけど、右足の内側を、膝を内側に入れて、左で押すみたいな。こっちの力で、こっち側に押すんですよ。この状態で、こう、こっちのフロントサイドカットバックか、バックサイドカットバックか。こっちは、そのカットバックで曲がった時に、もうほんまにこっちに押し込む。そしたら、この、テールパッチだよね。引っかかってくれるので、ギュッと。たら、こう、ちょうどうまいこと、スライドしていくんですよ。膝
左足が結構重要。ぐわーっと押していった時にこう全部の力を入れないとロングボードはでかいので曲がっていきません。その力を利用してもらうと、その力を利用して曲がっていきます。そしたらスピードがついて次のホワイトセクションもいいところに当てたりとか、うまいこと変えるんですよ。うまいこと変えなかったら、そのカービングの時に力が失ってて抑え込めてない、ほとんど失速の状態でカービングしてるから白波に当たったらバチッと返らない、そういうことですね。